のくさんこんにちは。ネオヒルズ族はもう終わったということでね、この終わったっていうのはその時期が終わって新しい世代に変わったっていうことだと思いますし、私も今そう思ってるんですよね。でもネオヒルズ族っていうのがもうなんかね、稼げなくなって終わったっていうのとはちょっと違うのかなっていうところで、そこはちょっと明確に、確認しておきたいかなと思います。まあネオヒルズ族っていうのがワンワン言われたのが2011年ぐらいだったと思うんで、ちょうど10年ぐらい前ですよね。あの頃っていうのは景気が本当良くなくって、デフレが進んでいって世の中がちょっと暗い雰囲気になっていったところで、まあ年越し派遣村があったりね、それから派遣切りになった時に住んでるところを追い出されたりみたいな、そんな悲惨なニュースが多分駆け巡った時で、私も当時まだねテレビをちょっと見てた時だったんで結構影響を受けたんですよ。で、広島は平和公園でねホームレスみたいなこともありましたんで、それから私はちょっとしてから本当にね平和公園でホームレスをするようになるわけですけども、2年間もね、でもそれも東京の代々木公園とかで野宿してるやつがいるらしいっていうのを聞いたから、あ、自分でも平和公園ぐらいではできるかもなっていう風な、まあ、準備ができたんだろうなと思うんですよ。まあ、そもそも広島に限らず日本全国、戦後の物のない時代って、それこそ家がない、衣食住がない時代で、水道も来てないし、野宿というかね、その辺に寝泊まりして雨風しのぐ橋の下とかっていうのが、まあ、当たり前のような時代だったんで、70数年前をね思えば、特に、おかしなことをしてるわけではないんだろうなっていうの見方もありましたね。まあ、どっちにしても景気が悪くなってる時だったんで、その中で稼ぎ続けている若者っていうのにカメラが向いたのも、まあ仕方がないところだったんじゃないかなと思います。で、当時はインターネットを使うと儲かるっていうことを知ってて利用している方っていうのが一部で、で、そのためのテクノロジーもまだそんなにね、例えばカメラとかマイクっていうのも、パソコンとかね、スマホっていうのもまだまだでしたし、格差が十分あったんじゃないかなと思うんですよ。高い機材を買って投資してスタートできる人、撮影技術とかトークの技術がすでにある人っていうのは先行してボーンといけましたしね。で、そこで稼いだことを武器にこんなに稼ぎましたっていうふうな、まあ、次なる二次的なビジネスができたりとかね、稼ぐ方法を売ったりみたいなこともあったと思うんですよ。それがいわゆるネオヒルズ族だったんじゃないかなと思います。それからしばらくして、今ねインターネットで稼ぐ方法ってそれこそ無数に裾野が広がってきて、 YouTube 一つとってもお笑い芸人が YouTube で広告収入稼いでテレビの仕事はほとんどないみたいなね、こんな現象も起きてきたり、しまいには YouTube だけで国会議員や国政政党を作るような時代にもなってきたりとか、だから今はねネオヒルズ族っていうのからもう当然、尾ひれをつけて個人でも稼げるし、組織も作れるし、昭和型の企業を駆逐することもできるしみたいに進んできたのかなと思うんですよ。と同時に快適にインターネットや放送の環境を作るべきサービスもどんどん売れていってっていう感じで、インターネットに関するものっていうのが最もねマーケットが広くなってきて、すでにインターネットを利用してない事業っていうのはほとんどないんじゃないかなと。みんな検索ぐらいするでしょうと、みんなね、スマホぐらい使うでしょうってことで、全部がインターネットビジネスと言える時代なんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとここでね余談を申しますけども、いまだにね私はオタクなんですとか、俺はオタクだからさっていう人がいますけども、いやもうすでにねオタクっていうジャンルは特定のものではなくって、1000人1万人いたら1万人1000人全員が何らかのオタクでしょ。だからオタクは自分を卑下するものでもないし特別するものでもなくって、私は日本人ですって言ってるようなもんなんで、あんまりもうね、まあ、ありがたみがないですよね。同じような感じでネットでやってますとかね、スマホ1台で稼いでますっていうのも、いやそれよくあることでしょうみたいな感じで終わりなんじゃないかなと思うんですよ。そのぐらい社会に馴染んで裾野が広がってきたっていうことなのかなと思いますし、なんかサムネイルを作るだけっていうビジネスもあるし、スマホのケースだけ作ってる会社もあったりとか、あらゆる小さなところを切り取ってビジネスになってくる、まあそんなね垣根のないボーダレスなビジネス時代になったのかなと思います。逆にボーダーをつけてこれしかやりませんっていうのが結構できなくなってきたのかなとかね。それからネオヒルズ族時代っていうのはどちらかというと組織を大きく作っていくっていうことがまだ名残がありましたけど、今はどちらかというと組織じゃなくて個人で大きなお金を稼いでいくっていうようなね、人数が少なければ少ないほど大きく稼げて、人数を増やせば規模をでかくすればするほどリスクが増えて、お金が稼げないような情勢になってきました。まあ、つまり昭和の時代、工場をたくさん持ったりとか支店をたくさん持ったりするとそれだけ会社の信用はあったわけですけども、で実績もあったと思いますけども、今はね事務所すらなくったって
高い利益を上げて信用を積み重ねることができるっていうねこともあるのかなと思うんですよ。まあ堀江貴文さんなんてね、賛否両論でも出てましたけども、いい例で自宅すらないし会社すらないし店すら持ってないけども、あらゆるところでビジネスをするわけですよね。で、喋るだけで金になったりとか、ツイッターでツイートをすればそれがテレビの番組になったりとかね、そういうふうな形を今見せてくれてるんじゃないかなと思います。私たちと同じような世代ですよ。私なんて同じ年齢ですからね。だからまあできないことはないだろうなと思います。何もかもできないのは何でかっていうと、自分がやらないとかできないって決めてるからだと思うんですよ。まあ、つまりそういった自分からやめていってやらない、自分から稼げなくなっていくっていうところに、ネオフィルズ族がね、まあ関係するとしたら、どうせやらないだろう、どうせ取り組まないだろうっていう人に対しても物を売ってきたから問題になったのかなと思うんですよ。まあでもそうは言ってもね、私もね相当ねプロモーションも何もかけずに頑張っていこうとする人に商品を提供してきましたけども、じゃあその人が購入前のモチベーションを維持して購入後にもちゃんとねそれ以上のエネルギーでやるかっていうと、これはちょっと大いに疑問で、購入して燃え尽きる人もいるんですよね。確かに私もこの人だったら付き合いもあるしちゃんとやるんだろうなと思ってね、高い金額を請求してお支払いいただいた後にあんまり動いてないのを見ると、なんかねじくじたるものを感じますね。まあ、だからせめて私は自分からサポートをやめることもしませんし、いつでもね、例えば3年後でも5年後でも、久保さんずっとやんなかったんだけども今から教えてもらえますかって言っても全然いいですよみたいなね、そんな速稼塾の運営をやっていこうと思いますし、絶やさずにこれからも情報発信、ライブ放送、日々の朝の放送もそうですけどね、やっていこうと思いますし、 J コスメなんてサポート未だにやってますからね。 J コスメって会社自体がサポートしてないのに私が個人的にサポートしてるみたいな、そのぐらい徹底的に続けるってことを積み重ねて、まあ、私は今に至るのかなと思いますし、なんかサポートが上手になってくるっていうところにも期待してるんですよ。面倒くさいことをやればやるほど面倒くさいことに慣れていくっていうか上達していくってことでね、まあ、そこは一つ面倒くさいことを避ける人との差別化ができるんじゃないかなと思いますんで、これからも自分に向かって挑戦ですね。それが私のネオヒルズ族でございます。